ナホトカ港ナホトカ湾左の地域がナホトカ市。右にボストーチヌイ港。ナホトカはロシア連邦の極東部、沿海地方に属している商工都市である。日本海の北西部にあるナホトカ湾に面し、日本との関係が深い。新潮時代の名称は溝であった。人口は15万9719人。過去の国勢調査による人口調査結果は、 15万971948、826160、056、モンスーン気候に属する。優勢な風向は、冬は北風、夏は南東の風。年間降水量は740ミ、mm、リメートルで、そのうちの60%は7月から9月の間に、降る。1月の平均気温は低、摂氏13度、8月は摂氏17度。 現在の町の領域には、ヤンコフスキーの考古学的文化に属する鉄器時代の集落が発見されている。密集した貝殻の体積は、海沿いに数百メートルに及ぶ長い壁を形成している。白鳥の湖、ナホトカ湾、ツングース湾、東名湾などの岸、兄弟級のもと、追い級の洞窟内には、石器時代、鉄器時代の人々の集落跡が発見されているが、 現在はほとんど、または完全に破壊されている。英国船とゴーネットワン、編集百8 5 5年8月21日、タタールワンから日本に向かう途中に、ピョートロ大帝ワンを探検したイギリス船、バラクーダがナホトカ湾ンに到達した。以前からこの七種のワンをイギリス人たちはゴーネットワンと呼んでいた。航海から戻ってきたバラクーダの将校、 ジョン・トロンソンは1859年に本を出版し、8月21日の早朝、私たちはゴーネット湾に到達した。風が急に出てきたので怒りを下ろした。風に閉ざされた湾内に砂浜沿いにとても肥沃な土地が広がっている。湾の奥にはタタール人の家がいくつか見えると記している。村ビヨフによる命名。 編集1859年6月17日、東シベリア提督、ニコライムラビオフアムールを伴った蒸気コルベット、アメリカは、ロシアの沿岸に沿って航行していたところ、陸を指認した。岩だらけの岬を迂回して、船は七市の湾内に入った。濃霧で、視界は悪く、雨は霧雨になった。船はゆっくりと湾の奥へと進み、 岸から2マイルほど離れた、島い級から遠くない位置で怒りを下ろした。翌日、航海市のクラシリニコフは、航海日誌に朝6時に抜病し、海岸の確認に出港した。くぼみを死認し、ワンだと確認した。提督閣下により、ワンは、ナホトカと命名されたという歴史的記述を残した。なお、ナホトカはロシア語で、発見、掘り出し物の,の意味である。移住の試み。 編集1864年春、歌詞館のゲラシモフ、ミハイル・ナウモビッチと4人の兵士からなる軍事水路学の役職がアスター・フィエフ・ミサキに設けられ、1860年代末には30人にまで増やされた。彼ら水路学者たちは毎日気象観測を行い、日誌に記録していた。1864年8月、ニコライフ・スクナ、 アムーレからナホトカに移住した9つの家族と7人の独身者はサハリンでの重労働の後に釈放され、そのうち17人がスチャン川上流でアレクサンドロフカ集落を設けた。4家族は軍事基地のそばで定住した。1865年春、アムール川からナホトカに農民26人が移住した。彼らは8月までナホトカで暮らし、その後スチャン川に移住。 ウラジミフカ集落を設けた。1865年5月3日、彼らがナホトカで暮らしていた時彼らの一人が産んだ息子のイヴァン・エフィーモビッチ、クラー・エフが最初のナホトカッコとなった。貿易部長、ハラルト・フルゲリム1867年11月13日、アスター・フィエフ・ミサキの対岸にシベリアフォード部の管理の下貿易部が設けられた。貿易部の職員は、 貿易部長、ハラルト・フルゲリム、初期官、ニコライ・キリコフ、測量技師・イヴァン・シーシキン、医師、アレクサンドル・クンツェなどであった。1868年4月30日、フィンランドからの移住者が蒸気船、ナホトカで到着した。1869年6月、測量技師のシーシキンは、商館の建設計画を作成した。集落には件の店、バーニャ、サンバシ、 倉庫、火事場、製粉所、製材所があった。建設資材の輸送は、貿易部長の管理の指揮の下、蒸気船、ナホトカが行った。1870年4月にこの船は沈没し、商館は、海上の定期連絡便を失った。1871年4月6日に、ナホトカで、ハラルト・フルゲリムが、怪我で亡くなった。百七十三年五月十五日、 召喚の財産が目録に記録され、報道部職員はペテルブルクに向かった。民間人はアムバ川とウラジオストクに移住した。召喚は無人となった。ナホトカワンのアゼにあった召喚、軍事基地、最初の集落の正確な場所は分かっていない。アメリカアンカ村ナホトカワンのアゼにアメリカアンカ村が形成される前に19世紀末から、 現在のレニンスキー通りの地区には、市営の住宅管理所、ナホトカ船舶修理工場、海の船着き場が、すでに存在し、アスターフィエフ岬には、魚の缶詰工場が稼働していた。1891年には、ウラジーミロアレクサンドロフスコエから、ナホトカ湾まで、長さ24里の未舗装道路が建設された。1909年、ナホトカ湾に、 炎海州税関の税関事務所が設置された。アメリカアンカソン編集1907年夏、仮面下川沿いに、ウクライナのチェルニゴ府県からの女性移住者たちが、アメリカアンカ村を形成し、炎海州オリガ地区、スチャンザとの一部となった。この村の形成について、古くからの住人のエヌ・マカロバは1961年に、次のように改装している。蒸気船、オレーグで移動した。 夜明けに穏やかな湾を見つけた。その場所はほとんど無人だった。人々は静かに真剣に上陸している。下船し、山のように群がった。新しい場所には杭も庭もなかった。1915年にアメリカ安価村に806人が入植した。このうち432人がロシア人で19人が朝鮮人、男性。 278人が違う町からの移住者、風雷坊だった。学校が開かれ、住居の一つで教会の礼拝が行われた。1919年春の早朝、集落は英国巡洋艦ケントから砲撃を受けた。古くからの住人クセニアコスキリナは、アメリカアンカ村が船から砲撃された。それは、朝の六時頃に起こった。砲撃音が聞こえ、私たちは目覚めて、 窓を見た。湾に水色の蒸気船がいた。村で砲弾が破裂し、窓ガラスが揺れ、人々は逃げ回って隠れていたと回想している。1919年4月22日、アメリカアンカソンソビエトのメンバー6人が、白守軍兵士によって海岸に連れて行かれ、射殺された。ジェラバーヤ通りとなほとかの港なほとかの開発、編集九百三十年代には、 ナホトカ湾のあぜに、ナホトカ、セーベルヌイ、ウゴリバザ、オボードナや峡谷、リーバクのような独立した集落があった。ナホトカの集落は、現在のポールトボイ通りと、中央広場の場所にあり、全体で50軒くらいの民家があった。集落の人々は、副収入を得るため農業や漁業に従事した。港湾施設は、 1935年に建設された長さ125メートルの塔、倉庫、鉄道の引っ込め線を備えていた。鳩場から石炭や一般貨物の積み替えが行われていた。岸部には木造の事務所、食堂、バーニャターミナル駅が建っており、そこから少し離れたところに税関があった。石炭とガソリンで稼働する発電機があった。 集落の唯一の通りであるジェラバーや通りは、貿易港の近代的な施設のある地区から丘に向かって上り坂となり、その後、仮面下川の河口に向かって急な下り坂となり、そこからアメリカアンカ村と遠方のスチアン川への未舗装道路が始まる。1934年からアスターフィエフ岬で軍艦と潜水艦の基地が使用されるようになった。1934年、 極東汽船会社により、ナホトカ湾のアゼからスチャンカは、川口まで貿易港を建設するという最初の計画が企画されたが、この計画は後に放棄された。1939年4月、前祖連邦共産党中央委員会初期、アンドレイジ・ダーノフは、太平洋艦隊指揮官と、沿海地方委員会第一初期を伴い、魚雷艦、ボイコフでナホトカに到着した。 湾を見てジダーノフは、この場所は素晴らしい。その後、同年10月7日に、全ソ連邦共産党中央委員会令と、ソ連人民委員会議令、第1646から399号、ナホトカへのウラジオストク貿易港及び、漁港の移転についてが受理された。1936年に、シベリア鉄道のウラジオストクナホトカ支線が完成し、同年5月1日に、 鉄道駅のラ致ス駅が開業した。1940年7月16日、ナホトカ集落は、労働集落に、都市区分が変更された。1944年9月9日の、ロシア共和国最高会議議長団令により、ブジョンノフスク地区が設置され、ナホトカ地区は、ナホトカ労働集落の中心となった。1947年、ナホトカ港に、 初の貿易船が停泊した。その船はデンマークの蒸気船、グレタ・メルスクで港の建設継続のために資材を運んだ。強制労働、編集1930年代から40年代にグラグの囚人のための常設ラーゲリと中継ラーゲリがナホトカで運用されていた。強制労働ラーゲリ、建設部第213部が ナホトカワンで1939年12月から1941年まで活動し、その後貿易港の建設は NKVD のダリストロイが行った。漁港建設での囚人たちの強制労働は1958年まで行われた。ラーゲリの区域はアスターフィエフ岬とリシー島に第1区域から第44区域まであった。1945年から1950年まで。 ナホトカには日本兵捕虜のラーゲリが様々な集落に散在していた。ダリストロイ部門とその社会基盤はそれぞれの集落の権力当局にあった。ナホトカ労働集落の建設はダリストロイの発案した計画通りに進んだ。捕虜でない雇用された労働者も働いていた。リシー島では 囚人の収容所が1937年から1941年まで運営されていた。ナホトカワンの中継ラーゲリは1938年から1946年まで運営された。移送者の収容所は、サリョウナエコ、バルハトナエコ、青年広場、漁港に散在していた。移送は、上級移送、下級移送、全体秩序グループ、女性グループに分けられた。 多くの囚人が肺炎や感染症にかかって死亡し、現在のパグラニーチナや通りオボドノイ渓谷の地区に埋葬された。古い住人の証言によると、木製の柱がこれらの場所に1950年代末まで建っていた。身元不明の埋葬物が町の至るところに散在しており、多くの建物がこれらの遺骨の上に建っている。ボストーチヌイコは、もともとバニの港の代わりに、 バム鉄道の海の玄関口の場所として知られていた貿易港に停泊していた蒸気船ダリストロイの爆発とオボドノイ渓谷を流れるコリマ川のための爆発物のあった倉庫の爆発の後1946年に拠点はナホトカからバニの港に移された。市政移行と市の発展編集1950年5月18日 ロシア共和国最高会議議長談例により、ナホントカ労働集落は、都市区分が市に格上げになった。同月23日には、初めての大通りが作られた。ナホトカ大通り、中央通り、レールモントフ通りとクリーロフ通りである。後にモスクワ通りも作られた。1950年に、ナホトカ漁港は初めて、ルナチャルスキーという船に荷積みを行った。 1953年、市にバスの定期路線が開業した。1956年には、プレオブラジェニーからナホトカに、海上漁業活動局が移転した。同年かつてホテルだった建物に、極東公開学校が開校した。1957年には、沿海船舶修理工場と、ダリモルギドロストロイが設置された。 1960年には映画技術局等支店が設置された。翌年ナホトカは初めて姉妹都市関係を日本の京都府舞鶴市と結んだ。後にナホトカは北海道小樽市や福井県鶴ヶ市、米国カリフォルニア州のオークランドやワシントン州ベリンハムとも姉妹都市関係となった。プリモルスキー工場の廃工場1965年にはナホトカに ソ連極東と日本、オーストラリア、北朝鮮との貿易関係を管理する輸出入事務所、ダリーントログが開設された。ナホトカは太平洋艦隊の軍港都市として外国人の立ち入りを禁じたウラジオストクに代わり、ソビエトの極東貿易の拠点になった。また、シベリア鉄道を利用する外国人乗客はここからハバロフスクまでの特別列車を利用し、 ここで、モスクワに向かうように定められていた。1970年12月16日、ナホトカの対岸約1 7トルの場所にある、ウランゲル湾に、ボストーチヌイ港の建設が始まり、建設は、前祖の重大なコムソモールの工事だと宣伝された。1973年には新しい港で最初に、木材運搬船、シャドリンスクが荷積みを行った。翌年には、 宴会会場起船会社が設置され、北洋材の積み出し基地の一つとなった。ボストーチヌ以降の石炭開発コンプレックスが稼働を開始した。自由経済地域、編集1990年に、ゴルバチョフ政権がウラジオストクを解放したことで、商工としての重要性は低下した。しかし、同年10月24日、ナホトカは自由経済地帯に指定された。 1990年から1997年まで政府はナホトカでの STZ プロジェクトに46億4、500万ルーブルを投資し大部分が地域のインフラストラクチャーの発展に費やされた。118の共同ベンチャーが立ち上げられ投資規模はおよそ2億2、0米ドルであった。自由経済地帯の優先的なプロジェクトはロシアアメリカ共同のテクノパーク、ロシア、 韓国共同のテクノパーク、ナホトカ空港、ボストーチヌイ港の石油石載ターミナル、ナホトカ熱平均発電所であった。しかし大きなプロジェクトは一つも実現されず、2006年には、ナホトカの自由経済地域を設置する、胸の精霊が失効し、ナホトカの自由経済地域は終わりを迎えた。1990年代には、複数のギャング団が、 市内各地に縄張りを持って影響力を増し、市内では犯罪件数が増大した。中でも、ベップサというギャング団が最も有名だった。1993年7月14日、深夜0時20分、ナホトカで地震が発生し、1時30分に津波警報が発令された。人々は自分の家を捨てて高所に逃げた。白鳥宮では大混乱が起こった。 2004年のナホトカ行政区設置により、ナホトカ市は独立した行政の役割を失い、他の5つの集落とともに同じ行政区の一部となった。同年独立した都市型集落のブランゲリとリビジアが廃止され、遠く離れた小区としてナホトカ市の一部となった。2009年に小隅の石打み出し専用海洋港が開港した。港湾都市化。 石油化学工業の発展による経済の多角化という、市のさらなる発展は、モノゴロドの克服につながっているが、同時に、パイプラインのある、労働集落への街の対価のリスクをもはらんでいる。ミイラ通りの南に、直径600メートルほどの湖、それのエコがある。港のターミナル主要道路は、ナホトカとウラジオストク、そして、沿海地方東部を結んでいる。 地方道 A188 は、アルチョームのウグロボエ小区からナホトカまでは、交通量が多く、中央分離帯を有する2車線道路で、カーブが多く速度制限標識も多く設置されている。パルチザンスク方面には、ナホトカとかバレエロボを結ぶ、地方自動車道ジ r 447がある。ハバルフスクナホトカ間を結ぶ、連邦自動車道路、ボストークの建設は、 2002年に凍結された。ウラジオストク・ナホトカ・ボストチヌイ・港間を結ぶ自動車道路の建設のうち、ナホトカ方面のものは延期された。自動車道路を利用した場合、他の都市までの距離は、パルチザンスクまで 50km、ホーキノまで 52km、ボリショイ・カーメニまで 72km、ウラジオストクまで 171km、ウスリースクまで 219km である。 町の主な幹線道路は湾に沿ってアーチ状に伸びており、その最大部分は 11km の長さを持つナホトカ大通りである。この大通りを全ての公共交通機関が利用する。これに並行して南北に貨物輸送向けの迂回路が伸びている。ナホトカの通りはかなり狭く、原則23車線を超えることはない。4車線道路は2本の都市幹線道路のみである。 ラッシュアワーの時は、ナホトカ大通りではしばしば渋滞が発生し、1キロメートルの渋滞になることもある。2007年には、ナホトカの人口1000人あたり自動車326台を所有していることがわかっている。市内の乗用車は、日本車が80%を占めている。市内バス、編集、ナホトカのバスも、参照公共交通は、中型のバスとマルシュルート化が担っている。 アスターフィエフミサキ駅から出ているエレクトリー地下の朝郵便も公共交通を担っている。2010年、町では都市内路線13本、夏にはダーチャと砂浜行きの路線も運行される。最も長い都市内路線は19番で、名穂都会駅からアスターフィエフミサキまで市内を順環する。市内のバス会社4社は178台のバスを所有している。 タクシーはおよそ20社が運行している。タクシーの運賃は時間制で15分、30分、1時間ごとに課される。鉄道、編集、ナホトカの駅も三照町には2つの鉄道ターミナル駅があり、1つは地方ケアンスカヤ駅でもう1つはナホトカ駅である。校舎は町の北部郊外に位置しており、主に地方ケアンスカヤ駅やアスターフィエフ駅行き列車の乗り換え駅である。 市内には、バルハトナヤ駅、ルイブビキ駅、クラボバヤ駅、アスターフィエフミサキ駅と、その他の夏の停車場がある。高性能で快適なエレクトリー地下、プリモーロ地下号は、地方ケアンスカヤ駅から朝発車し、4から5時間で、ウラジオストクに到着する。パルチザンス区域のエレクトリー地下は、地方ケアンスカヤ駅と、アスターフィエフミサキ駅から朝晩運行され、 それぞれ1から2時間で目的地までを結ぶ。ハバルフスク域の急行列車は地方ケアンスカヤ駅から発車し、所要時間は1日越しの14時間30分である。シベリアやロシア西部へは、ウラジオストクのウラジオストク駅やウゴルナヤ駅を経由する必要がある。地方ケアンスカヤ駅長距離バス、編集バスターミナルは市中心部で砂浜の近くにある。 バルハトナヤ駅の隣に位置する。都市間バスは、ナホトカと、沿海地方東部のダリネロルスク、ウラジオストク、ウスリンスク、アルチョーム、アルセーニエフ、スパスクダリニーを結んでいる。最寄りの空港は、ウラジオストク空港で、町から140キロメートル離れている。1998年8月には、町から20キロメートル離れたところにある。 ゾロターやドリーナ軍飛行場を元とした2倍の大きさの飛行場を、ナホトカ空港の開港が計画され、旅客、貨物便の技術飛行がハバルフスクから行われた。日本海側にあり、ナホトカ湾に囲まれた天然の良港であること、流氷の影響を比較的受けないことなどから、日本をはじめとする東アジア諸国への海上輸送が容易である。 モルスコイバグザールは1998年から営業していない。かつてはアスターフィエフ岬からウラジオストクまでを結ぶ旅客船を受け入れていた。2007年、海の駅の不当で事故が発生し、運用が禁止された。ナホトカ港第二次世界大戦後のシベリア抑留では、多くの日本軍将兵がこの港から帰国した。 1956年の日ソ共同宣言による国交回復後は貿易港となり、日本の鶴ヶ港との間に1958年に貨物定期航路が開設された。また、横浜港との間に1961年から旅客船の定期航路1967年には日本が総領時間を設置し、関係がより深化した。しかし、 1992年のウラジオストク解放以降は重要性が薄れ、1993年には日本総領事館や対日定期旅客航路に変更された後、2009年12月で航路廃止のウラジオストク移転などが起こったが、現在でも日本との間に貨物船の定期航路を維持している。日本から主に中古車や中古バイクなどが多く輸出されている。現在、 イルクーツクの西方にあるイルクーツク州アンガルスクからの石油パイプラインの終着地として計画されている。数十億ドルに及ぶこの東シベリアパイプライン計画が完成すると、ナホトカから日本へ大量の原油輸出が実現することになり、現在は日露両国、それに自国へのパイプライン整備の先行を求める中国との間で外交交渉が続いている。 1961年に京都府舞鶴市と日露間で初めて姉妹都市提携を行ったほか、北海道小樽市と1966年に、鶴ヶ市と1982年に姉妹都市関係を結んでいる。ありがとうございます。